皆さんこんにちは。私たち白石食生活改善推進員は料理教室を開催したり、保育園や幼稚園に出向いて子どもたちに食に関する劇を行ったり、またふるさと祭りなどのイベントでは子どもから大人まで市民の方々に食生活の大切さを伝える活動をしています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は食育紙芝居をやります。それいけ栄養レンジャー。どんなお話でしょうね。ナシボと一緒にみんなも見てね。それでは始まり始まり、それいけ栄養レンジャー。ハヤトくんという男の子がいました。ハヤトくんは机に大好きなお菓子をいっぱい並べていました。僕ね、お菓子大好き。あれもこれも全部僕の。お菓子って本当に美味しいね。こら、ハヤト、そんなにお菓子ばかり食べてはいけませんよ。そんなにたくさん食べていたらご飯も美味しく食べられないわよ。それに栄養も偏ってしまうわ。お菓子が大好きで毎日たくさんお菓子を食べているハヤトくん、お母さんに怒られてしまいました。お母さんに怒られて最初は我慢していたのですが、お腹が空くとついついお菓子に手が伸びてしまいます。チョコレートをパクリ、ソフトクリームをペロリ、ケーキをパクパク。ハヤトくんの口の中は甘いお菓子でいっぱいです。甘いものだけでは物足りないハヤトくんはポテトチップスまでもりもり食べてしまいました。今はこんなに元気だし、お菓子ばっかり食べてたって大丈夫だよね。そう言ってハヤトくんはお母さんに注意されても大好きなおやつを食べるのをやめませんでした。でもそんな生活をしていたハヤトくんはどんどん元気がなくなってしまいました。そしてとうとう風邪をひいてしまいました。やだなあ、頭が痛いし喉も痛いし、早く風邪が治ってほしいな。早く治ってまたチョコとかポテトチップスとか大好きなお菓子をいっぱい食べたいな。でもハヤトくんの風邪はなかなか治りません。なんで僕の風邪は治らないんだろう。するとそこに、ハヤトくん、僕たちが君の風邪を治しに来たよ。え、誰なの。僕たちは赤、緑の国からやってきたレンジャーさん。僕たちレンジャーはみんなの健康を守るために毎日頑張っているんだよ。本当に僕の風邪も治してくれるの。もちろんよ。でもね、今のままじゃ治らないわ。そう言って3人のレンジャーは話し始めました。なぜハヤト君は風邪をひいてしまったのかわかるかな。じゃあハヤト君がこれまで食べてきたものを思い出してみよう。そこにヒントがあるのよね。いつも食べるものはポテトチップスとチョコレート、それからあとはクッキーかな。お菓子ばっかり。だって美味しいんだもん。お菓子を食べることは悪いことではないけれど、そればかり食べるのは良くないことだよ。ハヤト君の風邪を治すためにも僕たち赤、黄、緑の食べ物をバランスよく食べてほしいな。そう、私たちにはハヤト君を元気にする力があるのよ。そうなの、知らなかったよ。僕は赤の国のレンジャー、ニック。体を作る働きをしてるよ。例えば卵、
肉、魚、牛乳、ウインナー。僕を食べることで隼人くんの筋肉や血を作っているんだ。僕は黄色の国のレンジャー、コメッチ。体を動かすエネルギーになるよ。みんなが毎日食べているご飯、パン、スパゲティ、黄色に含まれるよ。僕を食べることでみんな元気に勉強をしたり運動をしたり体を動かすことができるんだよ。私は緑の国のレンジャーカボちゃん。体の調子を整えてみんなを元気にするのよ。例えば人参、かぼちゃ、バナナ、リンゴ、ピーマンなんかがあるわね。私がハヤト君の体を元気にするわ。僕たちが悪さをするバイキンマンを倒してあげるよ。だから僕たちを食べて。わかったよ。ご飯もお肉もかぼちゃも全部食べるよ。よし、そうと決まったら行くぞ、みんな。おお。うわあ、バイバイピン。うわあ、なんだか体が元気になってきた。元気もりもり。みんなありがとう。みんなのおかげだよ。ハヤトくん、よく頑張ったわね。ハヤトくんが私たちを食べてくれたから、私たちも力を発揮できたの。ハヤトくん、ありがとう。これからも赤、黄、緑の私たちを一つ残らず食べること忘れないでね。うん、わかったよ僕。これからちゃんとバランスよく食べるね。また困ったら僕たちを呼んでね。バイバイ。その日からハヤト君は毎日バランスよく食べるようになりました。もうあの時のようにお菓子だけ食べていたハヤト君ではありません。ハヤト、全部食べられて偉いわね。ママとっても嬉しいわ。ママ、ママの作ったお料理それも美味しいね。たくさん食べて僕も大きくなりたいな。みんなもハヤト君みたいになりたいですよね。最後までお話聞いてくれてありがとう。今日のお話、皆さん面白かったですか？赤や黄色や緑の元気くんの食べ物をバランスよく食べると風邪をひかない元気な体になるんですね。皆さんもお家の方や先生の言うことを守って元気に遊んで大きくなってくださいね。それじゃあ